クリエイターの育成発掘を目的とする短編映画制作プロジェクトミラーアリアフィルムズ、読み方ミラーアリアフィルムズの最新全6作品を集めたミラーアリアフィルムズシーズン5が5月31日より2週間限定で劇場公開される。今回上映される作品の中から変哲の竜&さようなら葵の赤いメガネンティーティの予告映像とポスタービジュアルが解禁となった。変哲の竜は漫画家大橋弘之が監督を務め、お笑い芸人として作家として独自のクリエイティビティを表現する又吉直樹が主演、山田孝之、伊藤沙莉の共演による人嗅いだ匂いをめぐる物語。